2017年9月9日18時4分スポーツ報知9回無視、山田が中越に2打席連続本塁打となる23号ソロを放つ、捕手、宇佐見、巨人0の4ヤクルト、9日、東京ドーム、ヤクルト、山田哲人内野手、25、が、9回に今季初の2打席連発となる23号ソロを放った3点リードの9回先頭西村の146キロ直球を右中間席まで運んだ。1本目で理想的な打撃ができたので、自信を持って次の打席に入れました。自分の流れで打てました。4回の遊撃内野安打、6回の22号先制3弾と合わせて今季8度目の猛打賞チームの全4打点を一人で叩き出した128試合目にして、1試合2本塁打もこれが今季初めて真ん中監督は、主軸の山田が打つといい展開になる、と称えた。